ベイリング島、ベイリング島、ベイリング島とはカムチャツカ半島の東のベイリング海にあるロシア連邦領の島。行政上はカムチャツカ地方に属する。全長 90km、最も広いところで幅 24km の細長い島で面積 1660km コマンドルスキー諸島の中で最も大きく、同諸島西部の大部分にあたる。 ベーリング島のほとんどと、その他のコマンドルスキー諸島の島々は、に指定されている。アメリカとロシア国境の隠された宝石として知られる。ベーリング島には樹木は生えておらず、強風の吹きつける光量とした風景が広がっている。また、霧に覆われることが非常に多く、周辺海域では地震が発生することも多いなど、非常に厳しい環境条件である。 そのため、1826年に移住者があるまでは、無人島であった。現在、島内には、ニコルスコエという村があり、人口約700人、その内約300人が、アレウト人である。島民は、ほとんどが、漁業関係者である。ベイリング島の北西側海岸から4キロメートルの、位置に、トポルコフ島という小島がある。円形に近い島で、 直径は約800メートル程度の大きさである。1741年11月7日に探検家、ビトゥス・ベーリングが率いる船に乗っていた、ゲオルク・ビルヘルムシュテラーらが当時は、無人島であった島へ上陸して、以降、記録が残るようになる。ベーリングは、ロシア帝国海軍の艦船、セイピョートル号でアリューシャン列島をたどり、アラスカを発見した探検からの帰路の途上であった。 しかし、船は嵐によって破壊されてしまい、ベーリングと二十八人の船員らは、解決病に苦しむ状況で、船を放棄して、島で越冬を図るが、ベーリングは、解決病で死亡し島で葬られた。以後、ベーリングの名が、島の名として語られるようになった。この越冬から生還者たちは、スウェーデン出身の海軍中尉、スウェンワクセルに率いられ、この島で十ヶ月間生活した。 生還者たちはアザラシや鳥を飼って飢えをしのいだ。彼らは座礁した艦船をもとに船を製作し、1742年にカムチャツカ半島ペトロパブロフスクカムチャツキーへ生還した。この際にはこの新発見された島で得たラッコの毛皮や肉も持ち帰られた。シュテラーは博物学者で医師でもあり、船員たちが青のりを食す理由を与えた。青のりは 解決病に効果があったのである。シュテラーはベーリング島を探検し、ステラー海牛を含む動物賞の記録を残した。ステラー海牛はこの記録がなされてから30年の間に乱獲に遭い、絶滅へと追い込まれていった。現在、島の最高地点はこのドイツ、神聖ローマ帝国出身の博物学者にちなんで名付けられている。ロシア本土へと戻ってから、シュテラーは カムチャツカ半島を探検しており、デベスッチスマリーニツを出版している。しかしながら、シュテラーが原住民へ同情心を向けたことが、シュテラーが反乱を企てていると密告を引き起こし、シュテラーは投獄されることとなった。そして、サンクトペテルブルクへと召喚されたが、その途上で病死した。十七歳ボーツ。しかしながら、シュテラーの残した日記は後に出版され、 大きな反響を得、歴史的に大変貴重な資料となった。1743年に、エメリアン・バ・ソフがラッコ領のために、ベイリング島に来島した。これが、この島での人の居住の始まりであり、それと同時に、今まで手つかずだった自然の破壊の始まりでもあった。は、アリューシャン列島、最終的にはアラスカまでをもベイリング海の島々を、アイランドホッピングすることで、 行き来するようになった1825年には、ロベイ会社が、アッツ島のアレウト族一家を、ベイリング島で狩猟をさせるために移住させた。そして、それに続くように別のアレウト族グループや、人種の混ざった移住者たちがベイリングへと移住してきた。これが、ベイリング島における人の定住の始まりでった。1867年、ロシア帝国によるアラスカ売却がなされた後も、 ベイリング島は、ペトルパブルフスク・カムチャツキーの配下にあった。1827年に110人、ロシア人17、アレウト人45、根結48だった人口は、1879年には300人を超えた。1990年になって、ニコルスコエに居住するアレウト人の一団が、カムチャツカ州の主婦、ペトロパブルフスク・カムチャツキーでアラスカに住む、 アレウト人の一団と面会した際、ニコルスコエのアレウト人たちが古いアレウト語で、いまだにコミュニケーション取ることができることが発覚し、人々を驚かせた。これは、170年もの間隔絶され、文化交流そのものが断たれていたためであった。現在、アメリカ合衆国アラスカ州に属するプリビロフ諸島のような孤立のため、ベーリング島に居住するアレウト人たちは、 しばしば遺伝的不動の研究対象となった。ベイリング島周辺の地域は、多種多様な野生生物、特に海生哺乳類で知られ、現在自然保護区として指定されている。ベイリング島海岸に生息するラッコは、ベイリング島の発見から1857年までに、滅寸前まで刈り尽くされたが、現在では、他のアルーシャン列島の島々とは異なり生息数は、県庁に回復している。 トドは夏の間をベーリング島で過ごすが、マナティに似たステラー海牛は、かつてはベーリング島周辺で見ることができたが、狩猟によって狩り尽くされ、1768年に絶滅した。ベーリング島はオットセイの繁殖地としても有名で、北オットセイ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシが繁殖の地としている。ただし1913年には、つの繁殖地で、 合計3000頭程度にまで数を減らしていた。これは、1911年に、オットセイ保護条約が締結されてから2年後の数で、ある。特に、ハッチンソン、コール、サンフランシスコの業者が結んだ狩猟契約によって20年で80万頭を超えるオットセイが狩られたとされる。周辺海域では、クジラも見られ、マッコウクジラ、シャチ、アカボウクジラに属する、クジラ、 ガトークジラ、セミクジラを見ることができる。加えてネズミイルカカが何度か目撃されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。